ートで3アウトチェンジです。タスカさん、残念ながらあと1本が出ませんでしたね。ちょっともったいない気がしますね。ええ、そうですよね。こういう場面で確実に決めておかないとね。はい、後が続きませんでした。4回の裏を終了。ドラゴンズ2アウト3塁のチャンスは結局無得点で攻撃を終了しています。5回の表、カープの攻撃。この回の先頭バッター、トレーシー、打席に入ります。村本、高めのボールで入りました。今のはバッターに当たりそうなボールでした。さあ3球目、スイングして空振りです。0対0の均衡が続きます。最初の1点はどちらに入るんでしょうか。カットボール。次が5球目、これはストライク。ストレート打ちました。取った、一塁へ、アウト。これでワンアウト。ここまで誰も塁に出ていません。そしてバッターは5番栗原、打席に入ります。最初のボールは初球変化球、空振りです。2球目はどう攻める。これはまっすぐ。これで追い込みました。高め、取りました。一塁に送ります。アウト。ピッチャーゴロに終わりました。打順が変わります。岩本、バッターボックスに入ります。第1球です。最初はボール。ここは1球外します。2球目です。低いボール、ファーストへの打球、取りました。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。5回の表が終了。カープ3人で攻撃を終了しています。依然パーフェクトは続いています。プレゼントいたします。5回の裏、ドラゴンズの攻撃。バッター、ブランコ。引っ掛けた感じになりました。ファウルボール。2球目はどう攻める。外、外れてボール。3球目、この打球はどうなる。これでワンアウト。セカンドフライに終わりました。そしてバッターは6番平田、バッターボックスに入ります。初球です。フライです。センターです。取りました。これで2アウト。センターフライに倒れました。バッター2番、第1球はどうか。初球ストレートできました。147キロのストレート。これは変化しました。ここはバットを出しません。3球目はどうする。打っていった、上がりません。取りました。3アウトチェンジ。さあカープ、この後下位打線から始まります。今日の試合、球種のバランスがよく取れています。セリーグ開幕戦は6回の表、カープの攻撃。この回は7番から始まります。高松、7番センター赤松。高い打球になりました。ワンアウトです。ショートフライに終わりました。そしてバッターは8番石原。何から持ってくるか。まず外から入りました。両チーム無得点のまま試合は6回まで来ました。今のはボールになります。3球目、打ちました。
一二塁間はどうだ、取って一塁へ、これはアウトです。これでツーアウト、まだ一人も塁に出られません。そしてピッチャー前田健太打席に入ります。外から攻めていきます。次のボールは コーナーへ決めました。今のはボールになります。バッテリー1球外してきました。この球は外れています。三振、スリーアウトチェンジ。フォークボールで見事空振り三振に仕留めました。6回の表までゲームは終了しています。カープ三者凡退に終わっています。今日は立ち上がりからコントロールは安定している感じです。対します、この回の先頭谷繁、バッターボックスに入ります。どこから行く、初球から打っていきます。セカンドへの打球抑えた、一塁送球アウトです。セカンドゴロに終わっています。ピッチャーに回ります。吉見打席に入ります。初球は手を出しません。次の2球目、あっと今度は変化球、真ん中打って打球は左、ここでヒットが出た。中継のショートへ、ツーベースヒット。ランナーに神経を使いながらの投球になります。まあエンドランなんかもあるでしょうね。組み立てを考えないと、バッターとの駆け引きの興味深いところですね。さあそして打順はトップに帰っていきます。荒木先制のチャンスで打順が回ってきました。初球空振りになりました。打っていった、低い当たりになった、掘った、あセカンドランナースタートしている。ランナーは変わりません。これで2アウト。さあ先制のチャンスを迎えましたドラゴン、ここは代打を告げました。ドラゴンズベンチはここで勝負に出ました。勝負いきますね。ここで動きがあるかもしれませんね。最初は外に持ってきました。2球目はどう攻める、上がったがどうだ、ヒットになる。セカンドランナーは三塁ストップ止まりました。ツーアウトながらランナー三塁一塁、先制のチャンスとなりました。そして打順はクリーンナップへ森野、その注目のバッターボックスです。立川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。ストライク、ここは追い込んでいます。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。これが今の三振です。6回を終了、ドラゴンズ0点で攻撃を終了しました。ドラゴンズセンター堂上直樹代わりまして秀典。さあドラゴン、守備の変更がありました。秀典この回からセンターの守備につきます。7回の表カープの攻撃、この回はトップから始まっていきます。豊木バッターボックスに入ります。次のボールは、今度はまっすぐ、このボールには手が出ません。アウトコース。さあ4球目、まっすぐを打って低い打球は、今のはファウルになります。おっとこの6球目、高々と上がった、これでワンアウト。
まずワンアウト。完全試合はあるのか、行方を見守りましょう。次のバッターに変わります。東出、バッターボックスに入ります。第1球です。まずは変化球、空振りになります。落ちるボール打って、低い打球になりました。あっと、ライトの前に落ちた。初めてのヒットが出ました。打ったバッターは一塁ストップ。広瀬、打席に入ります。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。どこから狙うか。初球変化球は空振りです。ストーンと落としてきました。続けて落としました。このストレートはわずかに外。次が4球目、低め打ちました。打球はショートへ、取って、二塁はフォースアウト。これで3アウト。ゲッツーに切り抜けました。さあドラゴン、次の攻撃は4番から始まります。最初はストレート持ってきました。2球目はどうか。スライダーができました。緩いボール、左方向。大きな打球になった。打球は三遊間へ、ヒットになった。待望のランナーが出ます。レフトへのヒットになりました。ここで打順は5番に回ります。ブランク、バッターボックスに入ります。最初の1球、初球簡単にストライクを取ります。どう攻めるのか。外の変化球、これで追い込みました。キャッチャーのサインは空振りの3球三振。チェンジアップに合いません。空振り三振です。次のバッターを迎えます。平田、バッターボックスに入ります。初球ヒッティング、いい当たり。後ろに下がる、下がる。あっと抜けた。ベースの構え、ワンバウンド。ボールは中継のショートへ。ツーベースヒット。いい場面で打席が回ってきました。井端、その注目のバッターボックスです。夏川さん、チャンスですから、なんとかつなげたいですよね。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるね、バッティングしたいですよ。はい、まあ守る側としては、ここで打線を断ち切りたいわけですよね。今のはボールになります。次が3球目。入れてきました。次の4球目。スライダー決まった。先制となるこのチャンス、ドラゴン、ここで代打を起用します。ドラゴンズベンチはここで勝負に出ました。動きましたね。ここはね、勝負かけてきましたね。ここで動きがあるかもしれませんね。初球は、初球インコースから入りました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、まっすぐで決めました。フライになった。取って3アウトチェンジ。
途中経過をお伝えします。東京ドームです。0対0両チーム得点ありません。続いて明治神宮球場、2対0タイガースがリードしています。ドラゴンズキャッチャー小池に代わりまして小田。ドラゴンズです。守備の交代がありました。立川さん、代打ですね。変えてきましたね。まずは見送りました。まだ両チーム無得点。最初の1点はどちらのチームでしょうか。外のボール球を打って左への打球になりました。これでアウトが1つ、ショートフライに倒れました。そして次の5番プリハル、まず大きく外れてボールになりました。ここは1球外します。